大使のもとにその歴史は始まりました。富山大学ヒストリア。富山大学ができたのは終戦から4年後の昭和24年。戦後授業を再開していた師範学校、薬学専門学校、旧制富山高等学校、高岡工業専門学校を包括し、新制大学として生まれ変わったのです。大学が開学した時、師範学校は教育学部に、薬学専門学校は薬学部に、旧制富山高等学校は文理学部、高岡工業専門学校は工学部、そして戦時中の政策により工業専門学校へ転換された高岡経済専門学校は文理学部の経済学科として復活しました。それぞれの学校が輩出してきた人材は明治時代から数えて2万人以上。その中で一番古い歴史を持つ師範学校は、女子師範学校、青年師範学校を合わせて1万人以上もの卒業生を送り出し、日本の教育を担いました。富山県の高等教育機関として歴史を刻んだ旧制富山高等学校は、富山県知事を務めた吉田実、中田幸吉、中沖豊、法務大臣を務めた角栄作など、政界や財界にも多くの人材を輩出。そして高岡高等商業学校からは経済学者の篠原美代平をはじめ、優れた経済人が誕生し、日本経済の発展を支えてきました。郷土の発展の支柱となる人材を育ててきた学校、その歴史を受け継ぐのが富山大学です。今年も八学部と大学院を合わせて2000人を超える学生が大学の門をくぐりました。2338名の入学を許可します。礼。歴史と伝統を引き継ぎ希望を紡ぐ学生たち、先人たちが築き上げた誇りとともに、富山大学は歴史を刻み続けています。